今ノル・アルグ・アシルバ・レネチャーは、スペイン・バスク州ギプスコア圏オリオ出身の元サッカー選手。現指導者。現在はプリメイラ・ディビシオンのレアル・ソシエダの監督を務めている。1988年にレアル・ソシエダのカンテラに入団。翌年 B チームに昇格し、プロデビュー。1990から91シーズンにトップチームに昇格し、 1990年9月20日のレアルオビエド戦でラリーが初出場。以降1997から98シーズンまでレアルソシエダでプレー。1998年から2シーズンはビジャレアル CF でプレーし、その後はレアルハエン、FC カルタヘナなどでプレーした後、2003年に引退した。引退後はレアルソシエダのスカウトなどの仕事を務め、 2011年にユースチームの監督に就任、以降は B チームの監督などを歴任。2018年3月19日にエウセビオ監督が解任されたのに伴い、トップチームの暫定監督に昇格、リーガ残留に導いた。2018から19シーズンは再び B チームの監督を務めていたものの、2018年12月16日に、 アシエルがリターの監督が解任されたのに伴い、再びトップチームの暫定監督に就任。同シーズンは最終的に9位まで引き上げ、シーズン終了後に正式に監督に就任。2019から20シーズンは、レアル・マドリードからのローン遺跡に明け暮れるシーズンを送っていたマルティング・デ・ゴールやアレクサンデル・イサク、アンデル・バルネチアラ若手有望株の素質を開花させた。 ことで賞賛された。ありがとうございます。